どうも、山田っす。てことで、火曜日はやってみた。やらされている山田を見て、社会における上下関係、諸行無常を垣間見るコーナーっすよ。山田だ。火曜。あのクイズっぽい不思議ハンターやってみた。また急にそんな。え、ってもう始まってる。要は日本に引きこもってるテレビっ子に外国の方が素敵でしょって紹介する工作員をやるって。あ、スタッフ怒ってる。んじゃ、改めてここは、イタリアっすか。イタリアといえば、歴史ある遺跡や建物がたくさんあることで有名ですよね。そうなんすか。地下鉄工事のために地下を掘ると、遺跡が見つかり、工事は中断。考古学者による調査が始まるなんていうこともあるそうです。ここから例のあれっすよ。皆さん聞いといてください。それではここでクエスチョンです。イタジ噛んじゃったっす。イタリア人男性のナンパテクニックに女性に時間を聞くというテクニックがあるそうです。さて、時間を聞いた後どうやって誘うのでしょう。それでは正解です。実際にやってみましょう。お嬢さん、今何時ですか？3時ですけど。偶然ですね。僕の時計も3時ですよ。これは運命だ。お茶行きましょう。ということで、正解は僕の時計も同じ時間ですというでした。さすがイタリア男性、ナンパの仕方もおしゃれですね。ではまた来週。もう無理っす、限界っす。なんだこいつ。どうかしてるっしょ。どうかしてるっすよ、イタリア男子。これが素敵だとか言うやつは周り右っすよ。我が王国に貴様は不要っす。今すぐブラウザ閉じて表に出ろっす。もう一人二役はできないっす。なんでやらせたし。必要以上に疲れた気がするっす。もう今日はもう閉店っす。つうことで、本日のお題はあのクイズっぽい不思議ハンターをやらされじゃなかった、やってみた、やってみたでした。じゃまた。チャンネル登録すればいいっす。